はい、こんにちは。中学生の、皇室6月号です。今回使用するのはこちらのペンです。なんだっけ、パイロット G3。 私これが結構好きなんですよ。添削にも使ってるのがこちら。あ、そう、 0.7 よく使います。で、今回は 0.7 を使用してみました。ちょっとね、力を抜いたりするっていうところがもしもできてきてるのだとしたら、あまり細すぎない方がいいかもしれないです。インクがちょっとこう溜まってる感じとか分かります？この辺、こういうところ気質を出したりするときに止まりますよね。止まるときに少しポテッとした感じが出ると、スッと引いたところの線との差がかなり大きくなるので、そうするとこの強弱が出やすい、メリハリがつきやすいってところで、また今このぐらいの文字数でこの大きさで書くんだとしたら、そんなに細すぎない方がもしかしたらいいかもしれない。太いところをもう少し出しながらやりたいので、今回はねこちらを使ってみます。で、そういう筆記具の選び方っていうのも自分の力量に合わせて、自分のその書きぶりっていうのがちょっと変わってきたら筆記具も変えてみるといいかもしれないです。自分に合うものっていうのもその時々でね少しずつ変わっていきますので、はい、では書いていきます。人間は人っていう字がね、これね2つこことここね出てきますので、ちょっと表現を変えてますよね。まずは中心をよく見ましょう。中心どこ通ってるのかっていうのを見るのと同時に、ひらがなのこの小ささもちょっと理解して、それからそうだ、書き始める前に言いたかったのがね、あったね。こういう動きが多いんですよ。その行書になった時、上がって最後下げる、右下、私もよく言うんですけど、右下は重みを出すというか、浮かないようにこう全部右上がりに行って、最後も右上がりに行っちゃうと、こういうふうに前のめりになりやすいので、転びやすいですよね。それを防ぐためにもこう下引っ張るんですけど、その引っ張りをかなりこう下に下げる、この上がりが随分大きくなってるので、下げるところも結構な勢いで下げます。はい、ではね書きます。ちょっとスピード感とかも見てもらえるといいかな。こうですね、ここから跳ね上がっといてギュで横に行くような感じで抜けてます。下っていうよりは横ですね。でこちら側にこうに来といて、トン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 で、力はね全然入れてないんですよ。こう上からこう人差し指が乗せていくようなイメージですね。つってない、この辺の方がいいかな。輪を書いて、でその後ですから、こういう感じになります。細い線もしっかり出るように、ただこういうところはギュッと太い線も出るように、でこう来といて、他人ですから、ここから人に入ります。こういう向きで入ります。こんな感じです。こういうつながりね、ペンの持っていき方、こちらからのこういう行き方ができるといいね。ここからのです。ここからだから、こういうことですね。ので、これのなんですけど、今こう真ん中に線があったら、真ん中にかかんないぐらいで切っといた方がいいです。なぜかっていうと、次の経験の経、糸編なんですけども、ここからつながってるかのようにこういう風に持ってきたいんです。大きく、
ここからのつながりでね、どうしてものってなんとなくこう長く結構しがちなんですけど、早めに切ってここでこう次に行くって思えばきっとね切れると思うんですよ。でここ糸編一画目のこの部分が大きくて、次ですね、さっきちょっと説明したあれです、こうして縦ラインです、かなりで横です、すごい動きですねここもね。でこう下に来る、この縦ライン、普通だったらもうこれつんのめるっていうんですか、こういうのね、顔ぶつけてんじゃないのっていうぐらいな感じのこうのめり方ですよね。本来こうですからね、こういう字でしょこれ、こんなんなってギューみたいな、これ横ですよね、もはやこれなんだ、ひらがなの実に見えるみたいな感じでも、こういう動きをしますこれは。でそこからの、はい、剣こう1,2ここキュッとしといて、こっち側からトンと入れてシュッみたいな、ここの入り方、こう新たに入ったっていうのではなくて、こっからの見えない、こっからのこういう風に入ってる、ここからギュッギュッみたいな、ほら隠れちゃってるだけで、入りの向きがねこっからこうなんですよ動き的に。でこちらに行く、そうで今のギュッてやったその先にこうあるので、スッとこちらに入ってこれると一番いいですね。新たにドスンではないってことです。こういうところをねよく見てください。でスッと入ったら、これもちょっと縦ライン、いつもより縦めな感じでこちら横に引きますね、横でこう、こちらをちょっと長めにしといて、キュッとして真ん中貫いて横へ、そこからまたギューッとだんだん強くしていって抜きます。はい、尾が来ますけど、ここ払ったって言わないな、力を抜いたその先です、こう抜いて尾が来ます、ストンと下ろしてキュッと止まって、こうしてスッと下ろします。で利用という字ですが、真ん中に線があったら結構真ん中寄りですね、そこから遠く、ここが結構一番遠くなるようにして、トントンでここです、利用、まあ、ちょっと今こういう風に来ましたけどね、ここからのこんな感じでこうで1下からギュッ、こういう動きですね。はい、するという、そう、ひらがなの連続がここでようやく出てきます。するという、じゃあ線をちょっと引いて、それでやりましょうか。こうですね、まずね、こうでしょ、す、はい、そこからストーンと下ろして、そのままる、こんな感じ、するといい、うの点離しといて、こんな感じです、するというはい、特殊な能力、あ、ちょっとするという大きく書きすぎたかも、入らないかもしれないので、ちょっとだけ私は小さく書きます。特殊の特なんですけど、そんなに難しくはないんだけど、ここね、ここ、あ、ここ隙間のことね、隙間を開けるようにしたいんです、これ。やりがちなのは、こうしてこうしてこういう風に書いてしまうと、ここ狭いでしょ。こうになりたくないので、あえてこれって1,2、こちらをすごく立ててる。立てておいてこう。で、こんな感じでここをしっかり開けてあげられるように書いてます、うん、これね同じのもう一個出てくるので、今回のポイントはここです。
見られます。これ特殊こうですね。これもこれに対してのこの上がり方、延長線上ここ交わるっていうこれね、それと先ほど言ったのと一緒、こういうのこれを少し縦ラインにしてること、うん、狭くならないようにここでこれが来るでしょ、こういうのが来る時ってこの部分を開けないといけないの、ね、そのためにはこれ立てなきゃいけないのでそこも注意です。これいっぱい出てくるな、あっちに3個出てくるんだ、こことここ、それからもう1個後で出てきます。な小さくしておきましょう。こういうところで場所節約して、なーって書いてシュッて抜けて能力の能っていうのはこういうところの月って、ほら清水さんの清水あの清いっていう字ねとかのあのほら月あるでしょ、青いっていう字とかのあれ、こういう風にちょっとカーブさせます。内側にねこうねちょっと台形っぽいでしょ、ここがすごくだから短いってこと、ここの横幅すごく短くて下の横幅が結構ある、細いんだけどねっていう風に差をつけてください。能力、あ、つながっちゃったけどいいか、ここからグッとまっすぐじゃないですよね、ふわっというかね、そういう感じで持ってきてください。ちょっとギリギリだな、おー、やっぱねこうね入らないって思うと焦るもんですよね。こう来といてこうです、こうね、そしたら1,2,3で4,5,6こういう持っていき方で、ちっちゃい「つ」から持った「つ」「た」「動物」である、中心線、ここね、中心に近いところからこう来て、これが一番長いところ、こういうところ似てるのがなんだっけ、あったよね、どこだったかな、はい、これの動きとして似てるのは経験の剣のここのところかな、この部分、こう四角を作る時の一画目というかね、これがねギュって長いんですよ、こちらに比べて長いでしょ、こういうの同じ動きですね、これね、1,2,3ここ長くてギュッてして 1,2,3,4 トントンで上からこう来て横この長さに対してここのねこちらの短さというか、まあ上がるからっていうことですよ、ここキュッキュッて上がるでしょ、でこちらもこれに対してのこの角度で持ってくる、これこちらは立てておきます、そうするとここは安定感が出ますね。先ほどの5、6年生でも同じこと言ってるので、もし時間があったら聞き流ししてみてください。早口にしても構いません。YouTube ってほらあれができるじゃない、速度変えられるでしょ、私結構ほらゆっくりめな感じで書きながらやってるから、忙しい時とかはもう本当に2倍速とかで流してもらえばね、ここどうだったかなって分かんなくなった時はそんな風に使ってみてください。で、さっきほら似てるやつがどうって、う私何回か言ったよね、これと同じのが出てくるよって言ったやつがこれです。ものっていう字なんですけど、これ
癖者ですよね。こうしてこう、ここの部分をなるべく縦目にしておくこと。1、2、3でこう、ここ開けます。でこうですね、ここまではいいと思います。これもはい、立てといて、今回多いですね、立てといてっていうやつ。ここここで、ここはグワーンって跳ねる、こう大きく角度を見てください。上に行かない、ここの角度大きめに取っといて、ここからの次1、こちらに方向行ったとしたら次はこう、行き先が違いますよね。ここ1、2っていうこの動きっていうのはいつも一緒です。だからこういう風にここをグワーンってやっといて、1、2、横、下みたいな感じです。で、で、あ、そうですね、点々は後にしましょうか。あ、ちょっとこれすごい不自然になっちゃったけど、 R である、そんな感じですね。で、中学3年、はい、こんな感じです。このかなり傾斜がついてるようなこの動き方と、あと隙間を空けなきゃいけないといった3点の部分ですね。そこ注意することと、あとあれかな、中学とかのこの中のこの一画目の大きいこれの書き方が動物の動のこの部分、それから剣、経験の剣のこの部分ね、似てる部分が3箇所あります。そのところがしっかりできてればまあまあかな。ね、できればこの部分よーく見てください。このね、ひらがなの連続の部分はこういうところやっぱ難しいですね。はい、何度か見ると分かるんじゃないかなと思います。中心線との関係と、あとどの部分で休んだらいいのか。私は多分こういうところで休んでたはずです。ここ「と」書いて「い」の1個目で1回休んでる、そう、位置を正して、手の位置ですよ、手の位置を正して、このつながりを持たせてまた書き始めるっていうところを見返してみてください。長くなりました、すいません。では失礼します。